小6英語です。ワークね、ユニット1の2のところね、本日進んでいきました。教科書予習です。今日のテーマとしてはですね、大切にしているものなどについて、尋ね合えるようにしようと、ね、いうのが、まあ、テーマということになっております。はい、そこでじゃあ早速ですね、基本例文です。はい、 What is your pleasure? What is your pleasure? ですね。はい、What っていうのが、何という、ね、意味を持つということでした。はい、そして your、 はい、your というのはあなたの、ね、あなたの、はい、treasure、 宝物です、宝物です。はい、ですので What is your treasure? ね、なんていうふうに聞くことで、あなたの宝物、ね、Your treasure は What? 何ですか?ということが聞けるんだね。はい、あなたの宝物は何ですか?はい、そこで聞かれました。答えていきます。 My treasure is this sweatshirt、ね、sweatshirt。My treasure is this sweatshirt、ね、はい、my、 私の、ね、先ほど you are、 あなたのに対して私の、 treasure はそのまま宝物でいいでしょう。はい、this、 ね、この、はい、sweatshirt、 スウェットシャツ、 sweatshirt、ね、これね、日本語だとトレーナーというふうな、ね、言葉で使われるのかな。はい、ですので my treasure is this sweatshirt、ね、なんていうふうに聞きまして、私の宝物はこのトレーナーです、ね、なんていうふうにやってきたよということでございました。はい、What is your treasure? My treasure is this sweatshirt ということですね。さらに It's from my friends in Kenya ということですね。はい、この人はケニア出身だったんですよね。前回の話でね、ナディアさんね、ということでケニア出身だった。それがもんだからね、まあ、ケニアなんていう国も出てきてるわけなんですけどもね。はい、It's from my friends in Kenya とね、さらに続いてます。from って前回出身という意味でやりましたよね。はい、で出身という意味も確かにあるんですが、まあそもそもはっていうのも変だけれども、何々からっていうような意味で取ったりするわけなんだね。何々からとか、出身とかっていう意味で取ったりしていきますね。はい、で my friends だから私の、my っていうのは私の一緒ね。はい、friend って友達、友達ね、友達ね、はい、友達ですね。はい、でインケニア、ケニアだよっていうことでね、まあ、ケニアの友達っていうことなんだけど、それはいつね、ケニアの友達からですっていうのをなんかしっくりこねえなということになりますので、こんな日本語をつけてみたということでございました。はい、それはケニアの私の友達から送られたものですっていうようなことですね。ということで、友達からまあもらったもの、贈り物としてプレゼントされたものなのかもしれません。ということで、それが私の宝物なんですよなんていうようなことだったんだということでございました。だから例えば What is your treasure? あなたの宝物何ですか?聞かれました。でそこで今回は sweatshirt だったけど、例えば shoes、ね、靴なんていうことであればね、靴なんていうことであれば this shoe、ね、なんて使えるかもしれないし、はい、それから、これグローブね、グローブね、このグローブですよなんていうことであれば My treasure is this glove なんていうふうに使っていけるしね。はい、これなんだ Rocket ね、ラケットね。はい、ですからこのラケットですよなんていうことであれば My treasure is this rocket なんていうふうにも言えるでしょうし、はい、ディクショナリーね、辞書ですね。はい、辞書。はい、ですので My、ね、treasure is this dictionary なんていうふうに言い換えることもできるのかなということでございました。はい、という具合で今日はユニット1の2のところね、あなたの宝物は何ですか、ね、尋ねてそれに対して答えるというところでやってきました。結構難しいですよね。はい、ということで、まあ、少しずつでもね、覚えていければということでございました。はい、では本日こんなところです。